7月28日土曜日。今ね、朝8時半です。で、今日ね、朝から仕事なんですけど、いつものようにね、まだ朝食食べてないので、ここでね、モーニングいただきたいと思います。じゃん。グッドネイバーズコーヒー。まだね、この間購入した、このコーヒーチケットが、最後ね、1枚残ってるので、ここでね、モーニングいただいていきます。今日ね、撮影してるカメラですが、引き続きパナソニックの G9 Pro に、この間購入したね、パナライカの 15mmF1.7 のレンズをね、使用してます。やっぱりね、いい感じでボケてますね。香川県の県総体が終了して、子供のね、部活の方も一旦区切りがつきました。で、来週末またね、ちょっと四国大会があるんで、まあ、四国大会出動するんでね、いろいろ、まあ、準備があったりとかするんですけど、まあ、とりあえずね、県総体までっていうのが、まあ、一区切りになるので、まあ、この1年間ね、いろいろこう頑張ってきた、まあ、成果、まあ、残念ながらちょっと出なかったんですけど、まあ、本人としてはね、ちょっとやりきった感があったんじゃないでしょうか。まあ、本当ね、残念でした。四国大会は本当ね、この1年間頑張ってきた、まあ、本当ね、おまけというか、まあ、ご褒美みたいなもんですね。まあ、競うこともね、ないので、自分のね、実力、まあ、この1年間やってきたね、すべてをそこで発揮してくれたらいいなと思ってます。まあ、自分自身もね、この1年間、まあ、子供のね、そういった競技に、まあ、付き合ってきたわけなんですが、まあ、本当ね、楽しい1年間、時間をね、子供と一緒に過ごすことができて、まあ、これはこれでね、本当に貴重な時間だったなっていうのを実感してます。まあ、いろいろね、大変だったことはね、多々あるんですけど、まあ、本当ね、1年間いい時間を、一緒にね過ごすことができました。まあ一旦ね県総体で、まあ、ここで区切りがついたんで、まあ、少しねまあ心の、準備というか、まあ、整理をしてこれからまたね仕事にプライベートにいろいろ頑張っていこうかと思ってます。これね、今、右手で片手持ちしてるんですけど、やっぱりね、この G9 Pro の手ぶれ防止ね、かなり優秀ですね。いや、ほんとね、これはおすすめ。うわ、涼しい。まあ、メニューをね、見るまでもないんですが、やっぱり、A セット。ブレンドのホットと、A セット。このね、15ミリなんですけど、結構ね、よれますよ、いい感じ。変わらずヨーグルトとトーストとサラダとゆで卵でコーヒーは2杯分。完食しました。お腹いっぱいです。じゃあコーヒー2杯でいただきます。いや、しかし相変わらずお腹いっぱいです。
大満足。じゃあ帰ってね、仕事したいと思います。そういえばね、台風12号が今ね、こっち接近中なんですけど、今日の夜ぐらいから影響出るのかな。で、深夜から明日の朝にかけて、近くね、通過するみたいなんですけど、この間のね、岡山とか広島の被災地を、あのルートをね、どうも通過するようで、すごくね、また災害ないか心配ですね。もう本当ね、何もなかったらいいんですけど。じゃあ帰ります。